トモロ、お久しぶりです。モロヒロトモロのお時間がやってまいりました。本日はね、どういうわけか、私一人で、お送りしております。まあ、単純にね、メンバーのスケジュールを同時に切れなかっただけなんですけども、まあ、今回は一人ってことでね、じゃあ家からやっちゃおうかなと思って、私の自宅から、お送りしております。最後まで、ぜひぜひお楽しみください。さて本日は、ドラムのスティックの持ち方について、勉強しようかなと思ってます。ドラムを叩く上でね、一番最初に考えなくちゃいけないのは、スティックの持ち方だと思うんですね。ドラムっていうのはこう見ての通り、スティックを、持って演奏する楽器で、スティックで太鼓を叩いたり、スティックでシンバルを叩いたり、だからスティックの持ち方っていうのは非常に、重要になってくるわけですね。でスティックの持ち方なんですけども、こう親指と人差し指で、これなんか大きいね、これはちょっと違うかな、違うやつかもしれないね。失礼しました、正しくはこっちですね。スティックの持ち方なんですけども、親指と人差し指でこう、そうだ、ちょっとね皆さんに聞いてもらいたいことがあるんですけども、4月にですね、東京の日野市にあるライブハウスソウル K さんでですね、全日本味噌汁選手権大会というイベントがあったんですよ。でこれはね、その名の通り、味噌汁の味を競う、イベントなんですけども、その全日本味噌汁選手権大会のね、公式テーマソングに、我々ウエストボールファミリーバンドの、夕焼けホームを使っていただけることになりましてね、こちら大変光栄なことでございます。どうもありがとうございます。でね、その全日本味噌汁選手権大会ね、私ちょっとね風花さんと潜入してきましたんで、ちょっとその様子を、皆さんにもご覧いただいてほしいなと思って、今日は VTR を用意しておりますので、ね、ちょっと見てみてくださいよ。どうぞ。こんにちは。あ、こんばんは。本日は、第3回全日本味噌汁選手権やってまいりました。今4階にエレベーター来ました。もう少々お待ちください。これを見てよ、これで、ああじゃあ行ってきます。味噌汁。それでは、9時ちょうどです。食べるよ。大野くんの食事のレポートを始めます。それではどうぞ。まずはちゃんちゃん味噌汁からいただきます。こうして現代の人間は味噌汁を食べているのである。あ、美味しい美味しい、これ懐かしい。こんなの前撮ったよね、 DV 撮ってる時さ。撮りましたね。どういう風に美味しいんですか。どういう風に美味しいんですか。そうね、味噌汁、これね、ちゃんちゃん味噌汁なんだけど、贅沢な感じがするね。じゃんじゃん、そう、じゃんじゃん、そうじゃない。ちゃんちゃんだよ、じゃんじゃんじゃない。そう、そうなんです。贅沢な、なんかね、味噌汁っていうその固定概念から少しなんていうの、飛躍したというか、いい方ね。なるほどね。贅沢な、
これが飛躍したちゃんちゃん味噌汁である。続いてはね、続いてはさきこのお味噌汁。あ、さっきこの、はいはい、さきこの味噌汁。うむ、テイク2。テイク2言うんじゃないよピリ辛な感じ、ピリ辛な感じ。チェケの弁はすごく薄くしたような、ちょっとね、少しピリッとした。なるほどね。なんかね、味噌汁も辛いってイメージないじゃない。じゃあやっぱ斬新だよ。これが斬新な味噌汁だよ。斬新っていう言葉が合ってるのかどうかわかんないけど。次は、あ、ダッシーさんです。ダッシーさんの件です。ミル、はい、ミルク味噌汁です。ミルク味噌汁である。味噌汁という言葉からは一番もちろんは飛躍してます。ミルクですね。味噌汁にミルクかよ。あ、美味しい。あの、まろやかというか柔らかいというか美味しいんですね。これは食べたことないね。この美味しいんですね。うん、美味しいよ大野さん。美味しいんですね。美味しいです。うん、わかりました。あのね、みんなね、全然違うからすごく面白い。なるほどね、うん、そういうことですか。うん、美味しい、うん、美味しいし、うん、なんていうのかな、ちょっと意外だよね。ミルク、牛乳入ってんだよ、牛乳。うんうんうん、大野さんの肩である。ん、何でツイムしてんのもういいんじゃないの。これ1位を決めるって難しいね。どれが1位ですか。それはお楽しみですね。じゃん、うん、自分の好みだよねそりゃそうだよそりゃそうだよあんま難しく考えないでください。さあ書いてください。いや、さあ書いてください。いやいやいや、それはダメだよ。それは秘密だ。 あ、そうか。食べなよ。おにぎりもあるし、卵もあるし。卵うまい。卵うまい。お味噌汁とどっちが美味しいですか。お味噌汁です。はい、ダッシーさん、お味噌汁ね。いただいて緊張しますね。ドラムロールスタート。さきこのお味噌汁でーす。あ、どうぞ。大野さん、味噌汁選手権お疲れ様でした。いや、最高でしたね。味噌汁を、これを機にね、ウエストボールファミリーを味噌汁に全力を注ぎ入れようかと。味噌汁を注ぐように全力で何を言ってた。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。バックミュージック風間でした。見ました、見てました、ね、素敵なイベントでしたね。ね、味噌汁っていうのはね、日本のソウルフードだと思うんですね、うん、で日本の食卓に欠かせない存在、そんな味噌汁にねスポットライトを当てた、イベントっていうのはすごく斬新だと思います。でね、全日本味噌汁選手権大会はね今後も続いていくんで、皆さんも、よかったらぜひぜひ参加してみてくださいね。それとですね、我々夕焼けホームのウエストボールファミリーバンド、ウエストボールファミリーバンドの夕焼けホーム、この曲もね PV がありまして、
この PV もね、味噌汁にスポットライトを当てた作品になっております。すごいね、いい PV だと思います。個人的にもすごい気に入っている作品です。よかったらそちらの方も、見ていただきたいですね。ね、夕焼けホームがさっきからこの BGM で流れてる楽曲がそうなんですけども、なんか、いい感じだよね、でね、夕焼けホームはね、PV が2パターンあるんですよ。1個はその味噌汁の PV なんだけど、味噌汁の PV ってわけじゃないんだけどね、もう1個の方はドラムだけの PV っていうのを作ってまして、ただドラム演奏してるだけなんだけど、その中にね、1箇所だけ、自分のこだわりシーンがあって、すごく撮影に苦労したんだけどもね、もうどうしてもこれをやりたい、これを取り入れたいっていうのをその PV で叶えたわけですね。それを、ぜひ皆さんにも見ていただきたいなと思ってるんで、見れば一発でわかりますね。誰もがやってみたくなる奏法、ちょっとですね、それもご覧ください。どうぞ。家族の顔、良いことがなかった日でも夕焼けだけは心揺らす。疲れても舌を向かず毎日を笑顔で帰りたい。満員電車ぶつかるとなり愛おしく思いたい。夕焼け予定を変更して、ハイハットに正しく手を挟む方法をお勉強したいと思います。先ほどのね、エルドラだとちょっとハイハットが開閉式じゃないもんで説明がうまくできないんで、今ね、隣のリビングの方に移動してきたわけですけども、これ通常のハイハットですね。何の変哲もないハイハット、叩けば鳴るし踏んでも鳴るし、ね、で私はね、ハイハットの開き具合は昔から1センチちょいですね。僕はね、ずっとこの1センチちょいでやってます。結構狭い方だと思うんですけど、僕はね、こんぐらいが好きなんでね。で、この1センチしかないのに手を挟むとなるとね、もうこれは大変です。こうサッと開いてサッと手を入れてサッと閉じるわけだけども、だいたいね、この縁にガッて、多分当たっちゃうと思うんで、ガッてね、こういうとこが当たったら痛いからね、これね、怪我しちゃうよ。結構危ないからね。だからそこでどうするかというと、このクラッチを一回緩めて、ネジ緩めて、ペダルを思いっきり目いっぱいまで踏んじゃうんだよね。で、ロッドが一番下がったとこでまたネジを締める。そうするとなんと、間抜けなことにハイハットこんな開きますね。こんな開いてもうパカパカになっちゃうね、もうね。でも踏んどけばほら、見た目普通だから、これでこうプレイしてる、プレイするわけよね。こうプレイして今だっていう時に一気に開いて、一気に手を入れて、一気に閉じるね、これだけです。簡単ですね。こう来て今だっていう時に痛い、結構痛いんだこれがね。今だ、痛いですね。まあこれが、ハイハットの、ハイハットに正しく手を挟む方法だと思います。安全だからね、これならね、この縁にガッてならないから、目いっぱい開いておけばいいね。そういうことです。以上です。マラリラタマラ、いかがでしたでしょうか。本日のモロヒロトモロ、ハイハットに正しく手を挟む方法、とても勉強になったと思いますね。皆さんもね、どっかでこう演奏の合間に、どっかでね、あの技を使っていただけるといいなぁなと思ってます。あれをね、こうバシンと決めてね、一人で勝手に、満足してみてください。それとね、さっき言った、全日本味噌汁選手権大会、あれね、さっきも言ったけど、今後もイベントは続くんでね、皆さんもぜひ足を運んでみてください。
それでね、美味しい味噌汁を食べて飲んで、どっちかな、楽しんでいただけたらなと思います。そんなわけでね、今日は一人でお送りしました。モロヒロトモロ、一人っていうのはなかなか大変ですね。ずっと喋んなきゃいけないのもそうだし、こうね、家でやったからね、隣のリビングには妻がいるんですね。声が丸聞こえで、一人でおバカさんなんじゃないかと思われてるかもしれませんね。まあそんなこんなで、まあ見てる人が、笑ってくれればいいかなと思ってます。今日も、特に役に立たない、ドラムレッスンを しましたが、またね、次回も、皆さんに会えるのを楽しみにしております。じゃあ、本日のモロヒロトモロ、この辺でお開きにしたいと思います。どうもありがとうございました。カメラこっち？ずっと？モロヒロトモロ。